はい、皆さんこんにちは。坂キャッチでございます。これは今日日曜日にザクザクに出ましたですね、ニュースというか記事コラムですね。大前健一のニュース辞表というですね、毎回ですね、これ金曜日の紙に載るんですけど、毎回読んでました。多分、まだ載ってると思いますよ。私のコラボは終わりましたけどね。千客万来どころではない豊洲市場、閑古鳥の第5産、人、金、物、情報という基本構想がなっていないというタイトルですね。東京都江東区の豊洲市場に隣接し、2024年2月に開業予定の観光施設、豊洲千客万来のテナント数が、事業者の万葉クラブが都に提案した当初の170店舗から70店舗にとどまることが判明した。半分以下やん。そうでしょ。万葉クラブは一つ一つの区画を広めに整備し、空き店舗が散見されるような状況にはならないと説明している。しかし江東区は予定の半数以下ということに困惑しているという。千客万来は築地市場の豊洲移転にあたり、東京都は築地のにぎわいを継承発展させるとして整備を表明、という地 1.7 ヘクタールを事業者に貸し出し、飲食や物販などの施設にする計画だった。当初はなかなか事業者が決まらず、一時は寿司三昧を展開する清村の木村清社長が手を挙げたが、すぐに撤退。8年前あの名物社長が都が約束違反したと大泣きするシーンを鮮明に覚えている。その後万葉クラブが最高峰で16年に事業者に選ばれ、江戸時代の街並みを再現する商業施設などを提案したと。まあそんなことがあったような気もしますね。このプロジェクト、紆余曲折を経て開業するものの、豊洲には今も築地の場外市場に数多く集まる外国人もなかなか行かない。千客万来どころの話ではなくなった。東京でも観光鳥と揶揄されている。何年か前、5、6年前に僕豊洲の市場を見に行きました。全然面白くない。なんであんなとこ行くんやろと思いましたね。まあそれでも5、6年前に行った時はそこそこ人はいましたけどね、日本人ばっかりね。ほんで帰りにバスでですね、場外の前を通ったら人いっぱいいましたよ。まあね、ほんまに、少し遠い場所にあることなども基本的に無視されている。これはもう最初からとの計画が悪いということしかない。名前だけは千客万来としたものの、役人が考えると失敗するという典型になった。築地市場の再開発についても同様だ。今回三井不動産主体の特別目的会社による再開発事業案が浮上、読売新聞を参加していることから、巨人軍の新球場を作る話も出ている。こんなところを野球場にするなんて何を考えているんだ、どうしようもない計画だと。そう悪くないと思いますけどね。まあ野球の試合を開催している時だけ人が集まって、普段は閑古鳥になることを考えないのか。ああ確かにね、大体現在の築地の交通アクセスでは、一気に人がやってくることに対処することは難しい。確かにね、東京ドームいくつも地下鉄来てますもんね。JR からも歩けますし、築地って築地だけ、あとまあ大江戸線がなんとかなるか、大江戸線と日比谷線だけですね。築地市場跡は都有地で、都はこの土地で70年間貸し付ける計画だという。この土地をか、再開発地区は20ヘクタールで東京ドーム4個分の広さ。銀座に隣接する超一等地とあって、都内最後の大規模開発といえる。まさに千客万来の地だ。私は20年以上前から築地を晴海勝時と一体開発し、世界中から人、物、金、情報を呼び込む食事を接近24時間タウンを提案している。海外の企業やビジネスマンを呼び込むには、職場と居住地域が近いことも重要。住宅を整備すれば、食住近接のライフスタイルも提供できると。まあそうですね。もう晴海はしょうもない、選手村、晴海フラッグになってしまいましたけどね。さらに築地には、魚市場、
のブランドイメージがある。食の街とすることもポイントになる。まあ、書いてありますね。昔その石原知事に提案したんですって。そうしたらいいなと言っていた。しかしその後利権屋がいろいろ出て築地をバラ売りにして儲けようということばかり考えていた。同じ三井不動産が関わる神宮外苑の再開発も伐採する樹木の本数ばかりが問題視されているが、それ以前に町全体をどういうふうにするのかというコンセプトを考えなければならない。なのにこれらの計画を認めた東京都と小池百合子知事は自分たちの案が何もなく誰かに任せっぱなしにしてる。だからこんな手いたら苦になるのだというところで終わってます。途中ちょっと飛ばしましたけどね。1ページ目を貼っておきましょう。そうなんです。小池百合子というおばはんもですね、自分では何も考えられないんですよ。変な、なんていうんですか、コピーを考えることはできるんですけど、それだけ。築地、勝ち時、晴海ですね、確かに一体開発をすれば良かったんですけど、まあ、小刻みに切り取って、その陰には三井不動産が暗躍してるんですよ。三井不動産がね、暗躍するのはまあしゃあないんですけど、基本的に自分たちが儲かることを中心に考えるわけですね。神宮もそうですね。自分あれは三井不動産と伊藤忠と明治神宮が儲かるという絵を描いてるわけですね。でこの築地市場跡もですね、三井不動産が儲かるという絵を描いてるわけですね。で読売新聞が自分たちの球場を欲しいと、やん東京ドームでと思うんですけど、東京ドームは東京ドームという会社があるんですね。あの昔の後楽園なんたらという会社があって、そこは持ってるんで一応借りてるということなんですね。でも自分たちの自分たちが管理運営するものを持ちたいというのがですね、まあ読売新聞の悲願なんでしょうね。まあ人は集まるでしょうけど、あの地下鉄であれ一気にあれ動いたら大変ですね。大江戸線の輸送力据えてますからね。まあいいけど、豊洲の先着万来ね、多分大失敗しますね。閑古鳥が鳴くんでしょうね。まあ場所的に無理でしょう。豊洲っていわゆるゆりかもめとですね、何やろ、ゆりかもめだけちゃうの、ゆりかもめと、有楽町線だけでしょう。ゆりかもめちんたらしててね、もう二度と乗りたくないと思いますよ。乗りましたけどね、フジテレビ行くとき乗らなあかんねん。フジテレビタクシー出してくれへんねん、行きのタクシー。いやー、だからゆりかもで行くしかないやん、ほんまに。ギャラ安いのにタクシー使えへんやん、ほんまに。どうでしょう。まあ、文句言うててもしゃあないんですけど、だから元々のね、ポテンシャルないんですよ、豊洲って。タワマン作ったら売れるとこですよ、豊洲っていうのは。タワマン作ったら売れますけど、あそこに人を呼ぼうって。で、しかも市場、豊洲市場というのは、豊洲からですね、こうなんとか歩けるレベルなんですね。であそこ行こうと思ったらですね、こう歩くかゆりかもめかしかないわけですね。あるいは車か、ね、もうなんとも不便な場所に何が千客万来やねんって話ですね。役人がやるから失敗するって書いてありますけど、まあ、その通りなんですけど、私は役人がやる以前に都市計画というものは大体ね失敗するんです。そのできた瞬間はいいんですよ。でもその後ですね、長く繁栄が続くということはほぼないんですね。もう20年も経ったらだんだん、はいって言って慣れてくるわけですよ。幕張見てたら分かる通り、慣れてますでしょ、幕張ベイタウンも。まあまあ、あんなんやっぱり典型的な人間が作った都市計画なんですね。新浦安の駅前だけはですね、賑わってますけど、ちょっと離れたら慣れてますでしょ。イトーヨーカドーも撤退したし。結局だれるんですよ。場所が良くても例えば汐留のね、あなんたらビルもですね、今テナントいないでしょ。もう結局はなるんですね。よっぽどのガッチガチの真ん中、六本木ヒルズみたいなとこやったらだれませんけどね。あの辺でやるとだれませんけども、いやちょっと離れた汐留なんてそう悪くはないですよ。新橋つながってるし、
でもですね、新橋のあのおっさん街で飲もうという人がですね、あっちの方に汐留に行こうかったら行かへんって、そんな、そうでしょ、あの汐留の、汐留じゃない、新橋のガサガサっとしたところの方が楽しそうや、なんか実際楽しいし。はい、ということでですね、豊洲先客万来市場は大失敗をこぐのが見えてきたというお話でございました。ザクザクのこのアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。